はい、ちょっとまたまあどうしても、うんうんうん、頭に出てきたボーイさんを入れてるつもりです、うんうんまあ、メモリーっていう歌で、うん、これはどっちまあ好きな人は誰でももちろん知ってる歌やけど、うん、結構知らない人は知らないかもしれないって歌。あ、じゃあ、ファンは、うん、ファンが好きな名曲的な感じ、まあボーイのことを好きな人やったら、まあ、大概みんな知ってるけど、そのなんていうの、例えば有名な曲をベスト10に入れる落ちたら、まあ、入るかちょっと怪しい、入るかちょっとまたどうなんかなっていうところもあったりとか、うん、なるほどな、ということで、はい、じゃあ、メモリーですね、はい、はい、聞いてください。しっとり系かな。ああ、まあしっとり、入りはしっとりかな。これはどっちかというと別れるみたいなことかな。うん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 、なるほどな。まあ、確かにしっとりなわけじゃない今。入りだけはしっとりは。そうやろ。高めじゃない、 どっちでそんなことないかな、なんていうか同じ声が出せない人っていうイメージかな。あー、なるほどな、うん、なんかカラオケとかで歌ったらちょっと高いからキー出なさそう、男性やったら。あー、確かに曲にもいると思うけど、うん、声低めの人とかだったらちょっと歌いづらそうやなと思う。あー、まあそれはあるね、うん、なんていうかテンポとかそういうのも難しいっていうのかな、うん、あー、確かに、うん、どこでと継ぐのかみたいなのあるやん。確かにね、イヤモニとかあるやん、ライブとかでさ、うん、イヤホン、うん、ボーカルの人とかイヤホンつけてライブ、あ、うん、がないと、うん、ちょっと難しそう。サビとかは結構あるかもしれんけど、うん、A メロとかはちょっとなんか難しそうな感じはした、うん、さっき結構さ、聞いたのがさ、うん、マリオネットだったりとか、うん、結構激しい系やったからさ、こういう曲もやっぱいいね、うんうん、結構ちょっと難しい流れを歌うの曲も多い。うーん、なるほどね、うん、もう私さギターとかをやってなかったからさ、うん、分からんけど、うん、分からなくてもさ、うん、その指さばきすごいんやろうなっていうのが分かるよね、その、うん、速さがさ、うん、違うのやな、うん、なんか布袋さんはすごいと思う、うん、で、まあ、動きも入れてるし、そうね、体の動きもあるし、要はあんだけ動きながら弾けるなね。ライブ映像の方がやっぱ好きやん。あー、本当に、うん、なんかライブの方が劣る人ってやっぱもちろんまあいらっしゃると思うんやけど、うん、なんか全くその感じ CD 音に聞いてないけど、うん、するもんな、すごいな、その全く劣らない。正直なんか CD よりかライブの方が好き、ね、俺も、うん、全体的にだからそのなんか CD も有名やけど、この
このライブのギブスとかが、うん、あ、それがちょっとどれか分からんけど、うん、それをあの CD にしたやつが結構出てる。はいはいはい、ライブ音源的なね、うん、すごいドラムが映えてる曲な気がするな。ドラムのね、高橋さん、うん、本当にその全部がすごい。なるほど、終わった終わった、うん、いいね。他の曲とは違 う、 ね、確かに今まで聴いた曲とは全然雰囲気が違う、うん、確かにこれは隠れた名曲みたいな感じなのかもしれない、うん、なんか 流れるような曲っていう、うん、じゃあ聴きやすいね、うんうん、だからその辺が結構好きで、うん、確かにライブでもまったり、まったりではないけど、うん、聞き入れる曲な気がする。そうそう、聞き入る曲って感じね。なるほどなるほど。ひむろさんの声も、まあ、またあのやっぱり合うっていうの、うん、そうやね、うんうん、なんかすごいよね、そのかっこいい曲とか、うん、そのそういう、なんやろ、なんて言ったらいいの、マリオネット的なさ、そのかっこいい感じの曲、うん、最初こういうちょっと爽やかな曲とかでも歌いこなせるっていうのがすごい気がする、うん、本質的に正直なんかイメージとしてはなんか、うん、そのかっこいい系のイメージが強かったけど、こういう爽やかな曲もすごい合うんやなと思ってさ、うん、そうだからどうしても表に出る曲は最初に聴いたビーブルーとか、うん、あのマリオネットとか、ね、どっちかというとそっちの方がどうしても前に出ちゃうから、うん、そのイメージはあるけど、やっぱイメージだけじゃなくてその、うん、その曲じゃない別に、うん、なんていうの、爽やか系とかもすごいかっこいいやなと思って、かっこよく歌いこなせるというか、うん、すごいな、うん、いい曲をまた一つ知った。ありがとうございますということで、まあ、今回はボーイで、メモリーですね、はいはいはい、ということで、まあ、また逆にこのアーティストも聴いてみてとかあれば全然またコメントください、うん、はい、でまあ、ボーイさんでもおすすめもありますし、まあ、逆にソロになって氷室さんとか本田さん、まあ、まあ松井さんとか高橋さんもね、ほどほどね、そういうのも含めて、活動的なもの、そういうのもこう、このバンドのこれが聞きたいとか、そういうのも聞きたいとか、またよかったらぜひコメントください、教えてください。はい、今日はどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、はい、うん、ちょっとまた新しいアーティストさんということでね、うんうん、はい、TM ネットワークさん、名前はね、知ってる、はい、まあまあ小室哲哉さん、ね、まあ、一番有名。